はい、タンタンです。本日はこちらでございます、ジプシーギターのジタンの DG250M というモデルになります。まあ、特徴的なサイドバックですね。バーズアイメープルのサイドバックを持つ、セルマタイプになっておりまして、ヘッドがですねソリッドヘッドになってるんですね。このあたりもこの機種の特徴となります。ネックもかなり薄いネックになっているので、いわゆるねよくあるローズの一般的な、セルマタイプとも少し音の感じも違いますし、もともともセルマの、復刻モデルであるんですけども、かなりこうねマニアックなところの復刻モデルとなるので、こちらがですね非常に久々の入荷となっておりますが、中古でございます。で、かなり引き込まれた状態で入荷となっているので、このピックのね傷とかこのちょっとね深い傷、ここですね、深い傷があったりとか、テールピースもかなり錆びていたりだとか、ネックのこう際ですね、ここも少しクラックが入ってて、接着された跡があるような状態となっております。フレットもですね、フレット残かなり一弦側はちょっとね低くなってしまっているので、相当引き込んできた感じが、見てわかるような、状態ではあります。小傷もねかなりありますし、そんな感じで引き込まれたというとことはですよね、音の方はしっかりとやっぱり鳴ってくれている印象でございますね。ですけれども、硬すぎないこうやっぱりちゃんと弾いてきた感じがあるので結構ね馴染んだ感じがしますね。音の感じもその高音ばっかりじゃなくてしっかりとこう、響いてくれている感じがとても、いい音かなと思います。プレイヤーズコンディションみたいな感じでございますよね。ネック状態はいいんですけどもやっぱりフレットはちょっと減ってるので、しっかりと弾いた個体でしっかりなるギターがね、欲しいなという方にはとてもおすすめかなと思います。そんな感じで久々の入荷となりました。こちらがジタンの DG250M 中古品でございます。ぜひお早めにお問い合わせお待ちしております。タンタンでした。